おはようございま毛ガミですさあ朝からですね動画見ていただいている方に質問です今から操作する中で何か変わったところがありますがお気づきでしょうかそれではやっていきましょうどうでしょう皆さん何か変化にお気づきになったでしょうか <music> さあということで改めましておはようございます毛ガミです えー、今日はですね、A32NX ですね。プライバイワイヤーの方からリリースされているアップデートモッドですけれども、えー、こちらのですね、アップデート情報というところで、まあ、今ですね、本当にこう、A32NX の大きなステップアップに向けた過渡期というところでですね、コメントいただく中で、たくさんの不具合だったりとか、エラー、もしくはトラブル情報っていうことで、今、こんなところがうまくいってませんとか、ここの不具合があって、 オートパイロットがうまくいきませんみたいな情報をですね、えー、日々いただくわけなんですけれども、まあ、その背景にあるところでですね、大きなステップアップをしていこうというところで、システムのアップデート、それからモデリングのアップデートっていうところで、この8月、9月っていうところに向けて大きな改良を投じてこようという中でですね、なかなかこうデベロップメントバージョンの方がうまく機能しないというかですね、まあ不具合をはらんでしまうところがあるということで、 まあ彼らの代弁をするわけではないですけれども、えー、そういった背景があってのエラートラベルというところなんですが、そんな中でもですね、日々こう細かいアップデートがですね、入ってきているということで、冒頭見ていただいたこのノースモーキングサインですね、デフォルトの A320、マイクロソフト公式の方では、ここのですね、トグルスイッチが今のように真ん中アップポジションという形で、オートとオンの状態に しっかりとこう、中段、上段という形に動かなかったっていうところがあるんですが、ここの部分も改良されてきたところですね。えー、ちなみにシートベルトサインをオンにしてみると、こんな形ですね。両方とも上下動ですね、しっかりと効いていることが見て取れるのではないかなというふうに思います。えー、非常に細かいところでありますけれども、こういったアップデートも入り始めてきていて、 モデリングの部分にも徐々に力が入ってきているというところになってきます。ということで、えー、まず冒頭ですね、見ていただいたのがノースモーキングサインの動きというところで非常に細かいポイントではあるんですけれども、これまでですね、多くのユーザーの方が気になって気になって仕方なかった部分、そういった場所だと理解しているんですけれども、えー、まあ少なくともですね、 僕個人としてはこれがこうフルで動かせるようになったっていうのも大きな一歩だなと感じている次第なんですが、えー、今日紹介するのはですねこれから先大型アップデートとして特にやってくる、えー、強化されてくるところのシステム的な部分ですね徐々にアップデートが入ってきているっていうところでまずどういった部分がアップデートが入る予定なのかというところそれからすでに入ったところっていうことで 今 ND の方に少し移ってしまっていますけれども、えー、RNP の話題だったりっていうところを少し取り上げてみたいなというふうに思います。さあということで、今後のアップデートっていうのをですね、えー、一つタイトルにとって話をしていくと、えー、システム的なところ、えー、全般に手は入ってくるんですけれども、特にフライトマネジメント系の話ですね、えー、M3DU が今連動して動いているっていうのを、こう左右ですね、 動いているので見ていただけると思うんですけれども、この部分もそれぞれ左と右独立させて表示できるようにしてくるという部分、それから内部的なところで MCD のファンクションをより拡充させようという動きがもう一つあります。それから具体的なポイントでいくと、LNAV 機能ですね。これまで弱かった部分ということで、特にですね、 テ、えー、こ入れをしようということでやっているということになってきます。えー、ということでですね、LNAV の話というところから、今見ていただいているナビゲーションディスプレイに映っているルートっていうところに話を移、えー、してくるんですけれども、今画面見ていただいている中でですね、これまでとちょっと違うなというふうにお気づきの方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、 このディパーチャルートですね、曲線でつながれていて、非常に滑らかな線を描いているのを見て取れると思います。これまでですね、L ナブ、ちょっと間に解説入れておくと、ラテラルナビゲーションということで、この水平面に対しての位置取りですね、それぞれのポイントをいかにつないで飛んでいくかという部分。これとは別にですね、コード方向を制御する。 バーティカルナブ、V ナブと呼ばれるものもあったりしますけれども、V ナブの要素は比較的実装されてシミュレーターというのはよく出てくるんですが、L ナブの方ですね、ラテラルナビゲーションの方はどうしても弱い傾向にあるということで、何が弱いかというとですね、こういった曲線でつないでいくっていう比較的最新の方式ですね、逆に着陸のパターンでもあるんですけれども、 こういったルート取りで出発ルートや到着ルートを設定することを RNP 方式というふうに呼ぶんですけれども RNP に対応してきたというのが今回の一番のポイントということになってきますこの RNP ですねどういったところに特徴があるかというと一般的にはですね何点か決められたポイントを直線でですね無線でいってその上をフライオーバーだったりとか フライバイということで、まあ、手前で曲がったり、そのポイントを通過してからですね、曲がったりっていうことで、ルート取りを取っていたんですけれども、この今見ていただいているルートですね、ちょっとですね、横の方に EFB を表示してみましたけれども、このルートちょっと上下逆に見えてしまっているんですけれども、離陸した後からですね、この山合いのところを抜けていくということで、 限られたルーティングで谷間のところを抜けて上がっていく必要がある。そういったルートになってきます。なので、まあこういった時にですね、GPS の発達とともに、今見ていただいているように細かくですね、ポイントを指定してあげて、そこをですね、通過して飛んでいく。いわゆる r n p と呼ばれる方式が新しく出てきていて、それに対応したというのが、 今回、フライバイワイヤーの A32NX に実装されてきた機能ということになってきます。せっかくなので、比べてみていただこうかなと思うんですけれども、ちょっと拡大するとですね、離陸した後ですね、えー、こうくねくねと曲がるルートですね。今、ND の方ですね、ナビゲーションディスプレイの方にも同じルートが 表示されれていますけれどもこういったルートを抜けていくのが RNP という方式になってきます。一方で、まあ、これまでのディパーチャー方式というものを見てみると、例えばこういった形で、えー、それぞれのです、ね、点を直線で繋いでいく、えー、こういったルートになっているわけですね。こういうふうになってくると、まあ、当然これでも運行できていたという実績はあるものの、どうしてもですね、山あいの 地域を抜けていくにはですねリファレンスポイントが少ないっていうことでですねより安全性を高めたいという観点で見た時には RNP の方に部があるわけですねなので RNP と呼ばれる新しい、えー、形式ですね GPS の発達とともに、えー、行うことができる方式ということでこういった方法が新しく採用されてきていると いう背景があったりもします、えー、ちなみに着陸ルートに関してもですね、見ていただきたいと思うんですけれども、今表示しているのがですね、先ほどと同じクイーンタウンというところですね、ニュージーランドの空港になるんですけれども、こちらもですね、非常に込み入ったルートを入っていくということで、見ていただくとですね、わかると思うんですけれども、この赤塗りになっているところですね、 それぞれ山に囲まれているということでですね、要所要所決められたポイントを抜けてですね、飛んでいく必要があるということで、こちらの方も古くはもっと少ないポイントでですね、つ、え、な、ー、いで入ってくるということをしていたんですけれども、より細かく設定するためにこういった RNP のアプローチが設定されたということになってきます。 ということで、今回は一つ空港を取り上げてですね、RNP でのディパーチャー、そしてアライバルということで見ていただきましたけれども、今見ていただいたのは、周りの地形的な制約というところでしたけれども、これ以外にもですね、都市圏で人口の密集している地域を避けて飛びたい場合であったりとか、えー、もしくは周りがですね、住宅街に囲まれている空港で、 どうしてもこう騒音の被害だったりとか、あとはまあ当然ですね、何かしら不具合が起きた時により安全に飛行するっていう意味でですね、特定のエリアを避けて飛びたいという場合にも最近ですね、多用される方法ということで RNP という方法が設定されていて、えー、そちらがですね、A32NX の方でも使用できるようになってきたということで、 今日は簡単ではありますけれども、アップデート情報と合わせての紹介でした。ということで、えー、長々と喋ってしまいましたけれども、こういった新しいフィーチャーがですね、えー、徐々に入ってきているという一方ですね、えー、どうしても過渡期にありがちなですね、トラブルっていうところで困られている方も、えー、多分にいらっしゃるということは、えー、理解しているんですけれども、こういった背景で今まさにですね、次のステップに向かうために、 頑張ってくれているということで、もう少しご辛抱いただければと思います。というところで、本日の動画の方、終わらせていただきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。 Around, but even my inflated eight brain figured it out, and suddenly.